線路の中央にラックレールの歯が見えます。9時25分ぐるんと着。ぐるんとで電車はスイッチバックしてハイガーの裾野へ。ベターホルム3701メートルとメッテンベルグ3104メーターがよく見えます。ハイガー山頂は雲の中、天気は下り坂かも。9時29分、下りの電車とすれ違いました。9時44分、メンヒの頂上4099メートルも雲の中、ハイガー北壁が眼前に迫ってきました。9時45分、フライネシャイデックが見えました。9時57分、クライネシャイデック駅着。駅名はドイツ語で小さい峠の意味だそうです。クライネシャイデックよりハイガーグレッチャー、そしてユングラフ横へ。10時、ユングフラウ鉄道に乗り換え、ユングフラウ横へ。画面左はユングフラウの山裾、中央の谷の奥はミューレンです。ユングフラウ鉄道は今から120年前、1896年に建設が開始。1898年にクライネシャイデック・ハイガーグレッチャー間が部分開通。10時2分、電車は高度を上げながらハイガーの裾野をひた走ります。放牧の牛がたくさんいました。ファールボーデン湖です。ハイガーグレッチャー駅です。1912年に16年の難工事の末、ハイガーとメンヒをぶち抜くトンネルが完成。ユングフラウヨッホまでの全線が開通。駅を過ぎるとすぐにハイガーとメンヒを貫くトンネルを登っていきます。10時18分、検察に車掌さんが回ってきました。ハイガーグレッチャー・ユングフラウ予報官は120フラン、150ドルほど、円ですと1万5000円でしょうか。極めて高価です。
ユングフラウヨッホまで40分ほど、アルプスの名峰アイガーとメイヒを貫くトンネルを登ります。全長 9.3km、 ストループ式のラックレールを用いたラック式鉄道で、最大勾配は250パーミル、1キロを進むと250メートル登ります。日本で最も急な勾配がある区間、信越本線碓氷峠の 66.7パーミルのさらに4倍ほど急な傾斜を登ります。16年の難工事の末、1912年に完成したトンネルです。10時20分、アイガーバント駅、標高2865メートル、駅名はアイガーの壁を意味します。その名の通り、まさにアイガー北壁の駅です。遥か下にクライネシャイデックやグリンデルバルト、駅名は氷の海を意味するそうです。アイガーの西斜面です。ガラス越しにイッシュメアー氷河、シュレックホルン4078メートルが見えます。10時50分、ユングフラウヨッホ着。駅名はユングフラウの肩の意味だそうです。ここは標高3454メートル、ヨーロッパ最高地点の鉄道駅です。あちらこちらにトップオブユーロップ、ヨーロッパの頂上の看板があります。館内の郵便局前になぜか日本の郵便ポスト、スフィンクス展望台、標高3571メートルへ。11時、スフィンクスホール。360度のパノラマシアターで迫り来るようなアルプスの 3D 映像です。エレベーターでスフィンクス展望台へ。11時4分、スフィンクス展望台3571メートル。空気が薄く足が重いんです。ユングフラウヨッホはスイスが誇る展望台の一つです。知名度、人気ともにナンバーワンなのがこのユングラフヨッホ。室内と野外の展望台でユングフラウ、メイヒ、そしてアレッチュ氷河。
南東方向、世界遺産にも登録されたアレッチュ氷河です。アレッチュ氷河はヨーロッパ最長の氷河です。長さは23キロ。東方向、11時25分、雲が切れて綿飛4099メートルが見えました。北西方向、ウェンゲンアルプ鉄道が見えます。北西方向にクライネシャイデックが見えます。300ミリの望遠で撮影したクライネシャイデックです。南東方向、アレッチュ氷河。アレッチュ氷河、3本の氷河が合流して幾何学模様を描いています。野外のプラトーへ。晴れていればユングフラウの頂上が見えます。残念ながら何も見えません。不思議な糸で結ばれた女の子と3度目の巡り合いです。アイスパレスへ。アルパインセンセーションの終点に入り口があります。アルパインセンセーションはユングフラウ鉄道開通100周年記念事業の一つです。エーデルワイスのレリーフが壁を飾っていました。アイスパレスです。アレッチュ氷河の下、約30メートルのところに掘って作られた氷の宮殿です。室温は常にマイナス2度、しっかりとした防寒着が必要です。宮殿内は全て氷でできており、滑りやすい。
先を回る。一人で僕は砕ける波のあの激しさで、あなたをもっと愛したかった。岬巡りのバスは走る。僕はどうして生きてゆこう。悲しみ深く胸に沈めたら、この旅終えて街に帰ろう。岬巡りのバスは走る。窓に広がる青い海を、悲しみ深く胸に沈めたら、この旅終えて街に帰ろう。滑るよ、怖い怖い。君の名前。12時55分、再びプラトーへ。霧で何も見えないよ。12時40分、ユングフラウヨッホ駅、人に着きました。13時34分、ユングフラウヨッホからの帰り、トンネル内を走行中、外は何も見えず心地よい振動、ほぼ全員が爆睡。14時ちょうど、クライネシャイデックでウェンゲルンアルプ鉄道に乗り換え、17時46分、ホテルの部屋からメッテンベルグを望む。ロー・ア・グリンデルバルト氷河とハイガー。中央がロー・ア・グリンデルバルト氷河です。18時30分、ホテルのレストランで食事、実は夕食付きでした。宿泊の予約はハーフボードの食事付きでしたが、ハーフボードだから半分朝食のみかなと思っていました。ところが2食付きだったのです。昨日は何も知らずにラーメンで夕食をとりました。
に出る。